はっきりやりません、ね、だからやめましょう、はい、ちょっと大きめの缶、はい、その中にちょっと切り抜いてラーズの時計入れたろうかもでね見て、いかつなこれでこういこうかなうわ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 あさこちゃん、何々ちゃんの方が可愛いよって褒め合い合戦してる女、だいたい両方ブスよろしくお願いします。だいたい両方まあもうカフェでようおらん。あーいますね。ちょっと両方ちょっとまあまあまあって感じですわ。はい、で今日なんですけど、はい、ちょっと覚えてる？この間アロハさんとサブちゃんとった時。はい、よろしくお願いします。サブチャンネルで俺の議題になかったダイエット中、俺もちょっと太ってきたわ、なんか運動しようやって話して、なんか提案なんかないの、まあ、みんなわちゃわちゃする提案は。僕らだけだと正直きついっすよ。だからおゲイ読んで、あのおかま読んでおかま、メイちゃんねとか、まあ、ハニタンド読んで、なんかないんですか。ハニちゃんもデブなんで、なんかダイエット企画的な、なんかないの、おもろいのゲーム、なんか僕なんか提案してきて。僕なんか思ったのがゲームっていうか、なんか昔ってもっと外で遊んでたなって思う。なんかそういうのの方がウケるんでしょうね。そうそうそう。で、なんか小学校の時って10分ぐらいの休みで外行ってたでしょ。あ、行ってましたね。ちょっとまばらうつぼわかんない。いやいやいや、じゃあ例えば今考えて50分なんか講習受けて、確かにな、10分休みで外出るっていう、あれおかしいよね。そうそう、くんめっちゃ、あれなんでな、めっちゃ元気だったんですよ。10分でうわーみんな行って、あんまちょっと間に合えへんって、って怒られて、彼女怒られてってのを毎時間やってるよね。そうそうそう、やってて、アホやね小学生って、うん、ボールとか遊ぶでしょ。確かにドッジボール、うん、だそういう話なんかなって、缶蹴りって昔やってたんですよ僕。あ、ただそういうのとかな、例えばな、なんかそういうのもええのかなとか、うん、ちょっとじゃあなんか次サブチャンネルかメインチャンネルとかでそういうのやります。サブチャン募集とかばっかりやから告知とか。そう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 、なんかちょっとね、そう、その先には詐欺商材があるんですけどね。そう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 、なるほどね。そういうのやりますか。なんかいいからね、エマちゃんとかメイちゃんいたらにぎやかな感じになるじゃないですか、うん、僕らだけだとそんな遊んでる。確かに確かに確かに、ね、まあじゃあそういうのでちょっとサブチャンみたいな感じでやってっていう、なんかヒカルさんのネクステのメンバーの、そう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 、みんなの僕らが作ってみたら応援してもらえれば、あれ憧れてんねんな、見てて。ちょっといいよな、ちょっといい、ちょっとわかる。だってお前は賞金レースだけど憧れてるの。お前ら、ヒカルさんがあそこに何の思い入れもないの。賞金レースだけええなってなってたけど、出たいなって普通のサラリーマンやそれ、さっそくが。ということで本気でやりません、だからやりましょう、やりましょう。あ、いいですね、はい、はい、そういうのをちょっと次の動画でも見せますんでっていう感じでいいですか。いいですね、はい、オッケー、ありがとうございます。今日はだからそれで以上でいいですか。はい、以上でお願いします。ね、はい、ありがとうございました。はい、切れ終わった。はい、これはそうですね。どこです？どこでやってんの？もうそこまで行くんやったらもう切れよ。もう切った方がよかった。あれで、うまいこと持っていってもらえ、今日エマちゃんとあのメイちゃん来るから、はいはい、それ缶蹴りやろうみたいな話になったでしょ。なりましたね。もうぶっちゃけサブちゃんそんなだるいと、こっちはメインのこと考えてんねん。おい、はい、メインのねってこと考えてたんですよ。で、ラハさんが缶蹴り今食いついてきましたわ。まあ、XL にとりあえずあれ買ってきて、缶用のやつ買ってきて、はい、で、ちょっと大きめの缶、だから細いやつだったらあかんね、レッドブルとかだったらあかんね、ちょっと太めのビールとかの缶、はいはい、そん中にちょっと切り抜いて、ラハさん時計入れたろうかもでね。あの、高いやつスマイルの形で入れたもん。なるほど。で、その時に俺鬼行くから、はい、鬼行ってラオさんにそれ減らして、はい、壊しちゃうかもしれない。なるほど。だから俺何もやってないから。そうですね。待って、壊してないから、はい、ラオさん自分で蹴って壊してるから。自分で蹴ってますから。そうそう、それをドッキリで仕掛けようかと思いまして、今日はあのサブちゃんの感じになったということで。そういうことですね。はい、楽しみ。今日はほんまにね、おこいどきが一番好きで、もうこいどき一番好きなんですよ。いやー、めちゃくちゃ怒るんじゃないですか。すごく怒ると思うわ。でもこっちはでも入れただけやから、入れてだけやったら何もなってんやから、これ出るとこ出るで、こういう感じでいったいと思います。まあ、はい、目見えてへんやろ。見えてないです。行ってるから。行ってるっす、ね、目行ってるから。わかりました、行こう。はい、行きましょう。はい、どうも、ヘマちゃん。キャバ嬢の冷蔵庫大体臭い。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、そういうイメージありますけど、今日はちょっとね、サブチャン兼メイン中間ぐらいのやつで、また外でみんな運動やっていきましょうのコーナーで、今日は言いたいこととかそういうの嫌なんで、僕も敏感になってるんで、はいはい、そういうのじゃなくて、普通に今日缶蹴りでいいんですよね。E3XL 君プレゼン、缶蹴りということで、はい、やっていきましょうということなんですけど、一応ちょっと自己紹介だけお願いします。すいません。メイですってことなんですけど、すいません、それだけ、すいません、先生もシンプルにオーソドックスにしました、すいません、お願いします。オーソドックスじゃないです。オーソドックス、すいません、岡村です、お願いします。はい、お願いします。伊藤エマです。あ、お前ちゃんとやるよ。ちゃんとやる。何今の。ちょっとじゃあいいですか。はい、やえば、ほえば、まじまんじ、みんなのハートに噛みついちゃうぞ、伊藤エマです。かわいい、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 かわいいな。お前ら、お前ら自己紹介も滑ってっからよ。間違ってんじゃねえよ。え、な
みんな一緒だろ寒いの。え、あ、ロケだぞお前。確かにしょうがねえだろ。すいません、すいませんでした。おかんのお前もで謝れ。え、なんなの、なに、マジ、なに、あ、ごめん。寒そうにするんだってことね。あ、ごめん、今のカット、今のカットね。すいません。寒そうにするの気に食わなかった。気に食わなかった。すいません、寒そうにするの気をつけてください。あとまで撮影なんで。と、はい、いうことで今日は缶切りということで、普通に缶を置いてどういうルールでいくんですか。僕が鬼みたいなことですか。そう、だから枠の中入っちゃダメなんですよね、うん、鬼は。はいはいはい、で、ここからで、俺こうやってこうずっとやって、あ、そういうことか、そういうことか。タッチされたらもう終わり。タッチされたら終わり。なるほど。あれ、缶切らなきゃいけないんだ。見つけないと終わりよ。あの、なんとかくみっけみたいな感じじゃないですか。あ、俺が。はい、ちょっとエマちゃんみっけみたいな。あ、その時は枠に入っていいんですか。あ、それいいんですよね。あれ、枠なんかあったっけ。だから本来でもここやってたじゃないですか。ここずっとおったらいいだけなんで。ああ、そう、中に入ってあかんでって鬼は。オッケーオッケー。でも結構厳しいよな、簡単に見つけられるけど。まあ、結構なんか人通りがなんか、あ、そんなルールか。厳密に言うとそうですよね。いけんじゃないですか、本気出しちゃう。いける、本気出しちゃいます。え、見つけた瞬間にもうちょっと立ったらいいじゃん。無敵じゃん。無敵じゃん。そうだけど、蹴らなかもな、こっちは。だから枠は、そうかそうか。絵面が面白い。で、バーンと来て、バーン蹴ったら終わりか。蹴ったら終わり。オッケー。じゃあ、どうする？守備いく？守備。まあ、一旦がほぞ鬼。はい。一旦それでいく？はい。次もしやったら僕鬼でいいです。そうやな、そうやな。じゃあ、それでいきますか？よし、行きますか。どんな感じか。オッケーオッケー。あ、俺じゃあ一旦鬼か。オッケー。じゃあ、一旦禰豆子のコスプレしていきます。なんでやねん、なんでやねん。ヘラとこしてごめんなさい。まあ、いかせ、両方滑ってるやん。やっやっやボケも引っ込みも両方滑ってる。寒い、寒い、寒い。汗かいて、汗かいて。冬なのに、寒いのに、冬なのに。よし、オッケー、じゃあ、缶持ってこい。あ、ちょっと待って、エマちゃんと服脱いで、ラマさんもその自衛隊外しましょうか。危ないっすね。危ないか。あ、何があるか分かんない。携帯とか、日用品とかちょっと置いといて。はい、はい。気合入るな。寒いや、やっぱり。結構動いた方がいいと思う。寒いから。はい、ということで、じゃあ僕が守備担当しますので、そっちのマンホールの外にしましょうか。はい、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 こっちは、だいたいこことかの中から入ってここ、だいたいチャンネル登録176万の YouTube のチャンネルやんな。だいたいの感じから聞きにくいな。YouTube やな、YouTube やな。オッケー、YouTube やな。だから、ラマさん、ここで数えてください。この間に僕ら隠れるんで。隠れて。ここで、真ん中に数えて、もうすぐ隠れるから。オッケー、オッケー。目つぶってくださいね。で、隠れるんでね。ボトルを置き蹴ったりせえへんやんな。そういう時じゃないの、今日。置き蹴ったりせえへんやん、ボトルの。めちゃめちゃ。それは、一番ね。どんなせえやん、行こう。オッケー。はい、隠れて。はい、200、200、300、400、500、600、700、900、1000、1200、10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 00
おった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 やばい、これだけ。すごい。こういうことか。じゃあ、姉ちゃんやったら。よし。寒いんですよ、これ。もねえ、一気に寒い、マイナス。じゃあ次、めいちゃんね。あ、わかりました。ちょっと待って、新しい買います。新しい、はい。おもろい、俺ほんま、今のかな。どうするこういう仕掛けが。
取り入れますから。で、俺ほんま、ケバちゃんが家族に長かってましたよ。え、なんで？で、服装的にどっちか分からんから、服装的にあるんかなと、ちゃんと顔見ながら分からんから、服装的に。え、見えてますね。見えてましたね。で、顔出てきたら、おびき寄せていこうかなと思ったんですけど、それはどっちかな。それやめた方がいいんじゃないですか。え、絶対やめた方がいいんじゃないですか。いけるいけるいけるから。何千万するんですかそれ。見て、いかつない。これでこういこうかな思ってどうしよう、俺鬼になるか。あ、そのかいな。あ、そうしよう。はいはいはい、オッケー、これでいきます。機械ではなかった、ただ針小さいだけの点が作ったんだ。さあやりましょう。ちょっとボドウニーやりますか。さっき蹴ったからボドウニーやりますか。あ、これました。あ、ボドウニーやりたいです。はいよ。はい、さっき蹴ったんです。レズコの格好着替えていいね。ちょっと気になってんの。あ、やります。さあ、隠れるやつやる。はい、じゃあ隠れて。オッケーですね。オッケー。オッケーです。分かれへん、どこ？なえらマジで。嘘でしょ。どうしたんすか。弁償してや。マジ弁償してや。全然。どういうことマジ弁償してや。弁償かもう全裸だから。待って。お前ら全裸で。港が一周してから、今度弁償してそれから。弁償だけ許せんだよお前ら。これ言うとけろ。整理しましょう。誰蹴ったんすか今。僕何もしてない。時計入れんなよ。時計入れたやろお前ら。お前らやってやろ。時計お前ら入れてやろ。おい、入れたは入れたかもしれない。お前やろマジで。入れただけなんで。お前らまず弁償しろよこれほんまに。何も触ったりしてない。お前ほんま2000万ずつな。マジで。おいほんま追い込むで。お前ら追い込むからマジで。弁償な。これマジで。もう一回言うけど、全裸で港区一周した後に弁償して根底の格好して。マジ追い込むから。だからもうあれ分かんないですよ。一旦じゃあほんなら弁護士入れさせてください。それやったら。弁護士とか誰時計入れんねん。誰ななんで時計入れた。誰な時計入れた。時計は多分僕入れたかもしれないですけど。じゃあでもあれだと。じゃあそうや。え、今だ知ったんですよ。これ時計入ってる。いや知ってた顔やん。いや知らなかった。危ない。そこ置いてあって危ないじゃないですか。取られるし。一番高いから安全なとこに置いて。安全やからやっぱり。守るって意味やね。じゃあほんま弁償してやマジ。これはほんまに。いやだって時計ってないっす。私も蹴ってない。もうそうだね。壊したん誰かって言ったら、それはやっぱり蹴った。これまたマイクさんに怒られるわ。また怒られる俺マイクさんに。お前らめちゃくちゃやなマジで。めちゃくちゃやなお前らマジで。蹴ってないっすもん。やってること。壊してないっすもん。やってることめちゃくちゃっすね。ねえめちゃくちゃっすよね。これ YouTube なんすか。これが YouTube っすか。壊したなら言ってください。僕はこれが人気 YouTuber のチャンネルですか。めちゃくちゃっすね。もう何でもあるんですね。もうテレビじゃないですか。じゃあテレビですね。こんな1億円とかするような時計を蹴って。あ、1億円テレビじゃないですか。いや、蹴ってって蹴ったのラオさん。テレビっすね、これ。あ、テレビ局の方ですか。テレビ局の方テレビ局の方ですか。テレビ局の方誰ですか。恥ずかしい、恥ずかしい。みんな見てる、みんな見てる。ほんまに。大声出して。めっちゃ詰まってきた。めっちゃ詰まってきた。めっちゃ詰まってきた。弁償して。蹴ったん誰かってところ。蹴ったん俺やけど、缶切り、ルールやん、缶切り、ルール。高級な缶切りですね。うん、そうそうそう。めっちゃ、こいつほんまに、俺のマジで、ほんまマジで腹立ったこいつ。
腹立つぞ。お前ら大勢マジ人間になられへんじゃん。お前らマジゴミとかや。ゴミとかチリとかチリ。じゃあ関係やめます。どうします。やめるってもできへんやろ。こんなんていいの。まだ全然関係ない。こんなくつくわ。お前らほんまマジもう弁償してマジ。これマジさんとかお前行ってきや。お前謝ってきや。詳しいのはいつもだって。あの見た目話のとこ行って謝ってきや。怖いけどね。詳しいの。も痛いのにマジで見てる方も絶対分かると思うんですよ。僕壊してないですもん。壊してないとかじゃないやん。僕はいないですけど、井川さん壊してますよ。おもんな言われて言いがかりやん。おもんないわ。おもんな言いがかり言いがかりマジで。おもんな最初から壊れたと思って。お前らマジ根塚の格好してや。はい、よろしくお願いします。本の告知もあるんで、ちゃんと一応ラファエルでやることで。もう発表いろいろしてると思うんで、とりあえずお前ら早くかよっていうだけの話ですよ。割り出すっすね。いや、僕ね、本を結構出すの依頼来るときに、いろんな YouTube なんかの依頼来るんでしょうけど、僕ってこっち系の本じゃないですか。とは言っても、ジャンルが結構ないでないけど、その文化人よりというか、ただのお笑いじゃないねんだと思った。うん、ないっす。いや、ないねんけどって絶対言ったよ。一応言ったよ。まあ、一応もう一回言っとかと思って。そうそう。にしても、こっちの依頼があったり来んねんなと思ったから。確かに。まあ、なんかノウハウ本という。大悟さんみたいなジャンル、まあ、ないっすけど。まあ、その、より、そうですね、ビジネス系ですよ。YouTuber の中でよりいいですよね。っていうのがあるねんなって俺思ったよ。ちょっとほんまに。で、まあ、今回はですね、いろいろある中を経て、結局今すぐ使えるものなんですかっていう、マインド以外の中身っていう、何でも使えるっていうのが、テクニック的な。テクニック的な、見てもらえればと思うんですけど。でこの間筋トレ動画だし全然いけへんかったから、それそんなにいけへんかったらきついな。まあでもまあそうっすね、筋トレとか運動ってまあきついっすよね。だからわちゃわちゃせなあかんのかなっていう、だからどうしても紹介みたいに見えたんかなって。ああそうですね。僕はでもスタンス的にはラファエルさんまた Q 案件やってるように見える、筋トレの紹介かプレゼンの紹介かじゃあ見えひんじゃないんですよ。数字取られへんかったじゃないんですよ。あじゃあ教えたらんっていう。俺はそっちなんで、マインドが。売れへんかったら、ああ、そうですか、じゃあ売ってやらんっていう。売ったらんでっていう発想です。これ詰まってる、こういう、そういう、売ったらんでとか。ああ、買わないんです。買わないんじゃないんですよ。僕は売らないんですよっていう発想です。この本に詰まってるってことですね。そういうテクニック。なんでもそうです。はい、今からでもいいから、再生数伸ばせ、あれ。